はい、どうも、不明だよです。つむつむ速報というかですね、ちょっとね、これ、新つむの確率アップのガチャ来たんですけれども、これね、マジで今引いた方がいいです。っていうのもですね、確率がおかしいです。はい。今、これ、アクセル、ナミネ、ロクサス、王様、ダークリクっていう感じで、まあ、新つむ5体ね、上に、いると思うんですけど、全部未生児ですよね。で、ナミネはアクセルよりかも、低い確率だったんですよ、新ツム登場した時に。でもですね、なんと今アクセルより上なんですよ、 5% の確率で。これマジで今引いた方がいいです。これね、修正される可能性が大なので、今のうちに引いた方がいいです。 5% はおかしい。アクセルの確率がおかしいのか、ナミネの確率がおかしいのかはわからないけど、とりあえずアクセルよりかは低いか同等じゃないとおかしいので、これ多分運営さんミスってるんじゃないかなと思うんですよ。まあこれわからないですよ。実際のところはわからないんですけれども、修正される可能性があるので、ガチで今引いた方がいいです。はい。っていう、ちょっと、注意喚起動画になりましたけれども、おそらくね、月末になった時に確率がね逆転してる場合があるので、ちょっとコインない方もですね、まあちょっとナミネいっぱい欲しいっていう方は今引いた方が最善かなと思います。自分もちょっとこの後ですね、このアカウントでガチャ引いてですね、ガチャ動画撮るんですけども、はい、まあ、まだペアツムもね一旦持ってないんで、ちょっとその辺をですね、夕方5時ぐらいに、はい、ちょっと久しぶりにプレミア公開で公開しようかなと思いますので、皆さんぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、あと今この話を聞いてですね、引くかどうかっていうのもですね、ぜひ皆さんコメントで教えてください。まあ、引いてもですね、結果ナミネが強いんで、後悔はないと思うので、はい、まあ、引いちゃっていいかなと思います。はい、個人的な意見ですが、まあ、ちょっとでも参考になればいいかなと思っております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイ。